はい、おはようございます。チェンです。遠藤里乃ちゃんと中谷すずねちゃん、はじめまして、一緒に撮影させてもらっております。今日本当はアレンジマッチプレイ、リンゴルフアレンジマッチプレイやる予定だったんですけど、はい、あいにくの天気ということで急遽、いつもね里乃ちゃんが練習している練習場に来ております。はい、ゴルフプラザサンライズさんというところで練習させていただいてます。はい、急遽なんですけど2人の練習方法とか、まあ、いろいろね聞いていけたらなと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。あ、もういいよ。いいよ。うん。おお、すごい。すごい。たまにはこういう遊びも大事だから。トリックショットってですね。トリックショットです。あの、リフティングをして、で上げて球を打つっていうちょっとした遊びなんですけど、たまになんか練習疲れた時に遊び息抜きでやったりとかしてます。へえ、ちょっとすごい。はい、もう一回やる。惜しい。いや難しいです。これ本当に球10回に1回ぐらいできればいいかなって。へえ、おお。すごい。なんか当たった時すごい気持ちよさそうだよね。当たった時気持ちいいですね、ちゃんと。ああ、やったみたいな。かっこいい。これはもう58度とかでやります。私は長い。なんかすごい私もやりたいっていう。また後ろでやる。やる。やるって言ってやれる。なんかコツは、まあ、リフティングはできるもんね。だからリフティングやって、で上げてタイミングが結構早くなりやすいから、ちょっと間を持たせて。ああ、でもね、上げるときに肘を引いちゃうとまっすぐ上がらないから。そう、あとはタイミングで慣れる。やっていかないと、そのタイミングって自分でしか分からない。でも今の感じ、最後に上げるときにまず肘を引かないってことが、引いちゃうとちょっとバランス確かに。そうか、バックスイングもしづらすぎもんね、引いたままになっちゃうから。はい、最初よりリフティングで芯、ボールを芯で捉える感覚も養えるし、タイミングとか、あとはボールをしっかり集中して見ること、インパクトでボールから目を離さない練習にもなるから、まあ、いい、ね、あの遊びな練習かなみたいな。まっすぐ上げないとね。まっすぐ上げて、そうそうそう、前に上げないと。でも、肘引いちゃダメで。肘引いちゃダメ。お手本に。ま、前から見れば、前から。おお、マジすごい。ボールはそんなに上げなくてもいいんだね。上げなくても、ね、上げたらちょっと余裕ができるっていうだけで、別にピョって上げて、そのまま打ったってもいい。正面からもあれを捉えた方がいいんじゃない。わかりました。後ろでコミットでやった。おお、ボールもずっと目で追ってると、パッてちょっと間違えても打てたりする。おお。打てるようになってきて。なんか気もせ、これ上手くなってきた。すごいな。おお。もう連続して当たってる。すごい。なんかこれちょっと久しぶりにやったかもしれない。面白いね。これ面白いですよ。すげえ。うますぎ。ここ絶対使ってください。使うよ。全部使う。重くなってきちゃった。うまいね。とりあえず当たった。ああ、スズネッチもでも惜しいよ。うん、なんかね。そう、全然惜しい。スズネッチあのタイミング分かれば。タイミング。リフティングができるからね。リフティングうまいよね。あ、うん、惜しい惜しい惜しい。いやでもいいよいいよ。でも当たった。当たってる。これはね、気をつけてやってください、その時は。そうですね、はい。
周りを見て。おお。嬉しい。いや、嬉しいよね、これ。めっちゃ楽しい。楽しいよ。楽しいよ。おもろい。雪だるまのやつはね。雪だるまのやつやってみて。これはあんまりベッチとかだと上に上がりすぎちゃうんで。うん。吸盤。なんか今さ、変なの思いついちゃった。何ですか、何ですか。なんかさ、芸人がさ、なんか何秒以内にさ、いろいろさ、なんていうの、クリアしてくやつあるじゃん。あれのさ、なんかボール版、ゴルフ版、これこれそう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 、これ作る、何個作るの。なんかさ、10円玉とかやったりするじゃん。あとサイコロをさ、あの5個積み上げたりとかさ、うん、リュウちゃん前ですよ、これ圧倒的にこれ前やったことない。それなんか二人組でさ、やってるじゃん、芸人さんが。あー、それ楽しそう。そういうの作ってさ、リフティングもさ、やったりとかさ。何回できるの、うん、リフティング。じゃリフティングしたから、なんかこうやって、あー、回って確かに、なんかレースみたいな。そう楽しそう。楽しそう。なかなか今日調子悪くて行けたもんすかね。この前さ、すぐできたよ。めっちゃうまかったね。マットが入らせないの。あ、できた。あ、なんだろう、マットが入らせないの。まずは雪だるま作るのに時間がかかる。このそうなんですよ。何テーマ。おいた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 。で、そしてで、この下の玉を打って、うん、上の玉が上に飛んだ瞬間を狙って、それも打つっていう。これはすごいの。でもこれ結構難易度高くなるの、さっきのやつ。そうだよね。できるか分かんない。あ、これさ、屋根に当たりそうで怖いんだよ。なるほどね。じゃあ、ちょっとやってみます。それで。あ、来た。おお。こっちの方が重くない？でもさ、怖いね。上の玉がどこに行ったか分かんないから。そうなんですよ。おおこれ7番ヤングルの方がいいかもしれない。あ、そう、うん、上がりすぎちゃった。あ、上にね。上にちょっと楽しい遊び、ちょっとした普通の味食いみたいな。おお。なんか慣れてきた。これも慣れですね。慣れ。受けんだけど。あー、これ低いわ。これ難しそうだね。これでちょっと上げるのがまた難しいんですよね。リフティングと違って。引き出る場ができない。おはよう。慣れる。むずいわ、これ。ちょっと一発だけ成功したやつ欲しい。成功したやつ欲しいね。スズエッチ成功したのすごいな、一発成功。確かに。いいやつ取れたの。嬉しいけど、一回も雪だるま好きか。本当だ。雪だるままがうまくなってすごいな、絶対できないんだけど。いや、多分できないと思うよ。試しに。でも、別の方がいいかな。別の方がいいかな。じゃあ、雪だるま作ってあげます。ありがとうございます。まず、リフティングできないし。雪だるま。まず、振って、あ、あ、ごめんなさい。波動で波動で言うとここで言っちゃダメだよ。つかないでください。打って、そう、打って、起きるかな、怖いんだけど。頑張ってやってみる。怖すぎて、ないえ、どう、上を打ったの。
今トップしちゃいました。下だけ下だけ打ったの。下だけ打ったの。あ、じゃあもうダルマ落としになった。技だねそれ。逆にすごい。じゃ怖くて手浮いた。浮きましたね。あの普通に打ったら球が浮くんで。え、うまい。浮きダルマが作るの。ちょっと斜め。まあでもいけます、いけます。いける。普通に打てば上がるんで。え、怖い。大丈夫です。普通に打てばいいの。はい。あ、いけ。あ、怖すぎ。怖い。打てた。打てた。すごいな。座る。遊びのセンスね。そうす。これインスタにあげたい。いいですね、いいですね。切り取ってね、みんなのやつ。はい。じゃあ以上、ブレックショットでした。ブレックショットでした。ちょっとどうだ。すごいね。今もつかなくなる。髪落ちちゃったし。髪落ちた。すごいですね。これまずですね、こうやってできちゃったね。センスがあります。必死だったよ、最後。でも、うまい、うん、うまいね。全然当たんないです。普通当たんないです。当たんないよね。普通当たんないです。私もすごいな。まあでもね、やるときは周りとかいろいろ気をつけてね。周りに気をつけて。今日はあの雨で人も少なくてよかったです。そうだね、そこでね、やらせていただきます。はい、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。で次回は絶対対決動画を撮りたいなと撮りましょう。なのでそれまで頑張って練習と賞金5万円を楽しみにしてください。頑張ります。はい、はい、皆さんこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。お願いします。お願いします。